いい天気でね、え昨日は結構雨だったんですけれど、晴れるかちょっと不安でした ね不安でしたね。でも雨で塵も落ちて、足気をつけてくださいね。雨で塵も落ちて綺麗だと思います。でなんかさ、最初にタイパルワードとか最初に箸作ってみてたらさ、あーすごい。いいと思うから、はい、なるほど、うん、綺麗な映像ですね。綺麗な景色を今日はみんなに褒めてもらうな、朝日的な感じで夕景を狙って、で夜のシーンもまでって感じなんで、ちょっと長丁場になると思います。久々ですね。なんか撮ったけどちょっとこういろいろみんなに公開できなかったみたいなのはあったんですけど、公開した MV でいうとね、一昨年の8月とかなので、1年5ヶ月とかぶりかもしれないですね。そう、すごい楽しみにしてきました。うん、であの髪の毛の色を変えて髪を切って初めての撮影なので、楽しみ素敵です。あの全部の雰囲気があの合致してます。美しい映像ですね。なんか最近久しくなかったちょっとこうドラマチックな作品になる気がします。結構躍動感のあるものとかは多かったんですけど、こういうしっとりと、ね、あの重厚感があるっていうか、そういう映像はなかったから、すごい久々に楽しみですね。ちなみに監督は一番最初のデビュー曲のフリーとか、いつの日もとか、伝えたいこととかを撮ってくれた大北監督です。だからファンの人からすると、その初期の曲をやってくれた監督との、まあ、再タッグっていうか、ね、その辺も楽しんでもらえたらと思います。じゃあこれからなんだっけ、海のシーンへ、夕日じゃない朝日のシーンへ行くみたいです。寒いのがね、寒いのと毛虫がね、この世で一番嫌いなんですよ。あと唾吐く人ね、この3つがこの世で一番嫌いなんだけども寒いのと毛虫と唾吐く人がこの世で三大嫌いなものなんですけども、そんなもう1位と言っても過言ではないところにランクインしてます。寒さ非常に苦手ですけど、あのめちゃくちゃ今日は防寒対策を協力してもらってるんで、みんなに大丈夫。すごーい、海が綺麗ですね。人がいる。狩りに出るみたいな。魚でもシャッてやる。ちょうどいい棒があったから、ちょっとやっぱ田舎の子なんで棒があるとつい持っちゃうっていうか。いざ行かん。ミュージックビデオは多分初めてです。写真は
去年ね、あ、一昨年かな、一昨年のアーシャの時に千葉の九十九里で撮ったんですけど、ムービーは初めてですね。大丈夫なの？すいません。というか、今度愛想はないの？あ、そうなんだ。愛想ないの？本当だ。興味ない。愛想がないんじゃない、興味がないんじゃない。ママがいいよね。すいません、全然もない。すごい綺麗、見える、ありがとう、綺麗だね。そう、今それ仮の色も当たってないし。いやでも綺麗だよな。あ、わおわおわお大丈夫、いい感じに進んでいます。寒いですけどみんな寒い中頑張ってくれています。今撮ってもらっていいですか、これ全然前に進めない。めっちゃ一生懸命前に。ありがとうございます。さすがに寒くなってきましたね。私はまだあれですけど、みんなが、いやいやいや、そうそう、ありがとうございます。PV 撮影の中で一番ハードだと思います。あ、そうなんですね。はい、なんか衣装もすごい、あの結構今回はテロテロこう風になびく系だったんで、うん、防寒してるとはいえ生地薄めだったり、今までそうだな、でも今までの PV で外で撮って、これの次に寒かったのも大北さんに撮ってもらったフリーでした、ね。大北さんの、大北さんとのセッション、極寒説ありますね。寒い説ありますね、これ。まあ、それだけでも、あの、すごい素敵な作品に仕上がるので、それはそれで。刺さってっからね。さっきも昼間、夕方撮ってる時に流木があって、ふって柴犬がいると思ったら流木だった。なんか本当にびっくりしちゃって。あ、怖いよ、驚かせないでよ。
以上で撮影終わりです。はい、皆さんありがとうございました。今無事セーリングという曲のミュージックビデオの撮影が終了しました。朝早くから皆さんに協力していただき、寒い中いい絵が撮れたんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ぜひミュージックビデオ楽しんでください。楽しみです。私も今同じこと2回言いましたね。もう疲れてますではたくさんの人のパワーが詰まった映像を楽しんでください。ありがとうございました。バイバーイ。